お料理 AI でこの料理の作り方をざっと要約してみました。玉ねぎ、鶏肉、鶏ガラスープの素を炒め、小麦粉を加えて牛乳、マカロニを入れてとろみがつくまで煮詰め、塩コショウで調味し、チーズとパルメザンチーズを乗せてオーブンで焼く。